宇田市は奈良県北東部に位置する市。旧廃原町中心部周辺の空中写真。2011年10月9日撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。旧大宇田町中心部周辺の空中写真。2011年10月9日撮影の4枚を合成作成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成旧歌野町中心部周辺の空中写真2011年10月9日撮影の2枚を合成作成国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成旧室村中心部周辺の空中写真 2011年10月27日撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。奈良県北東部、大和高原の南端に位置し、四方を山に囲まれた高原都市。市内を近鉄大阪線や国道165号、国道166号、国道369号。 国道370号などが通る。宇田川、吉野川沿いの平地を山が取り囲む地形。その大半が森林。旧宇田野町域、旧大宇田町域、旧灰原町域の旧市街地は平地に位置するが、その他は山地、京愛地に集落が点在する。旧灰原町域の北側、旧室村域の北側、南側、旧宇田野町域の南側は、 標高も高い山岳部につながっている。大和高原の南端に位置し、奈良盆地と比べかきは、やや涼しく、陶器は寒冷。雨量も、比較的多い。室腕ら、宇田という地名自体は、万葉の時代から存在し、歌人、柿の本の人まろが、現在の大宇田の秋ので、東ののに、鍵ろいの立つ、見えて、帰り見すれば月傾きぬという習慣を読んだことは、 非常に有名である。また、大浦は、城下町としても栄えた。灰原も、万葉の時代からその名を残しているが、伊勢街道が本街道と青越え道に分岐する、分岐点にある宿場町として近世に栄えた。元織の利永が宿泊した宿など、歴史的建造物も,も現存する。また、豚の室も、歴史上古くから存在し、多くの遺跡や文化財が存在する。 富津高市寺の千年桜奈良県内では初めて5年を、目どに地域自粛制を導入し、旧灰原町、旧大宇田町、旧宇田野町、旧室村はそれぞれ灰原区、大宇田区、宇田野区、室区となり、旧町役場、村役場は地域事務所となった。宇田市役所は、旧灰原町役場を使用し、庁舎1階の一部で、灰原地域事務所の業務を、庁舎2階、 三階で、宇田市役所の業務を行う。2007年5月より、教育委員会は、宇田の地域事務所へ移転。宇田市の地域自治区は2011年3月31日を、もって廃止された。これに伴い区名から、区を取り除いて、旧地名と合わさった新地名となった。市議会議員選挙と、同時執行のため、 2月12日から3月28日の選挙結果の確定までは副市長が職務代理者を務めた。なお、衆議院議員選挙の選挙区は奈良県第3区、奈良県議会議員選挙の選挙区は宇田郡、宇田市選挙区となっている。定数14人警察消防消防広域構えは宇田広域消防組合が置かれていた。また、 宇田消防署には東文書も存在するが、所在地は宇田市街になる。裁判所県庁関係その他農業、林業を中心とする。中山間地という性質上、昭和50年代に県事業等で開発された小規模な棚田ばかりで農地が少ないため自家消費を中心に少数直売所で販売される程度であり、市内スーパーでも地場野菜コーナーは少ない。 また数件の農業法人が有機農業を行っている。吉野くクズや食肉用のウダ牛は有名。また、ウったののけ比較産業も充実している。また、生産量は多くないが、金ごぼうも栽培されており主に市内直売所に流通している。その他 ATM が市内に数箇所ある。院は周配局。印の郵便局は、 ゆうちょ銀行 ATM のホリデーサービス実施局。宇田市内の郵便番号は以下の通り。奈良県東計小学校、中学校高等学校大学施設、コミュニティバス、一般国道主要地報道一般県道ウフト市、水分神社上宮水分桜松山地区、松山地区にある西口関門。ありがとうございます。